なんで切り替え皆さんこんばんは、 If I Am のお時間です。 If I Am は毎週21時から、木曜日の21時からですね、こうやって1時間の生配信をしているんですけども、今日はですねちょっと事情があります。こんなオープニングをねやろうとかそういう問題じゃないんです。なんとですね、現在東北楽天ゴールデンイーグルスというプロ野球チームがですね、クライマックスシリーズの第初戦ですね、第1戦を戦っております。そしてなんと9回の2アウト、裏の9回の表の2アウトっていう、あと1人で勝つっていう状態が来てるところで僕らは配信を始めているわけですね、うん、というわけで、僕らはずっと喋ってるんですけど、僕は喋ってるんですけど、周りはずっと楽天を見てるとで僕も気になるということなんですけれども、いやー始まりました、よいファイアムが、リファイアムが始まりましたよ。始まった。楽天はどうなるんですか。楽天は2ストライクです。2ストライク、もう9回2アウトの2ストライク、現在ね田中将大、大エースですね、田中将大選手が9回まで完投、完封をしようとしているっていうところですね。そして1球投げた、3振、三振決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。三振です。やりました。おめでとうございます。アドバンテージがあるから今 2-0 ですよね。ということでですね、まずクライマックスシリーズの初戦を、ね、第2ステージの初戦を東北楽天ゴールデンイーグルスは見事勝利で飾りました、はい、素晴らしいです。テロップが出ましたね。出ましたねもうね、勝つことしか考えてなかったテロップですよ。素晴らしい。負けたっていうテロップは作ってないですからこれに関してはちょっと楽天の話をしますと、楽天は現在クライマックスシリーズの第2シリーズということで、まあ、第2ステージということで、リーグの2位3位の勝者と1位が戦っていると、はい、で楽天は今年1位でパの普通のシーズンを終えましたので、1勝のアドバンテージがあった。なのでこれで初戦を勝ったということで、すでにもう2勝している状態になります。つまりあと2勝すれば日本シリーズに行けるわけですね。でセリーグのクライマックスシリーズではまあ、巨人がちょっと優勢なので、もしかしたら巨人と楽天の日本シリーズが見られるかもしれないということで、すごいですね。で明日以降も仙台の本拠地ですね、クリネックススタジアムで試合が行われます。チケットはきっと売り切れてるんですよね。今日も売り切れでちょっと見れないんですよね。もう買いに行ったんですけど、はいはい、そのセブンイレブンのコピー機買えるんですか、あれが ねサーバー止まっちゃって全然買えなくても諦めました。そうですね、サーバーが止まる。そうそうそう、もういやだからこれ多分ね、日本シリーズも相当頑張らないと絶対取れないですね。そうですね、チケットもし販売されることになったら争奪戦は必須ですね。ファンクラブの方でも取れないっていう、チケット取れないっていう字、ファンクラブの方がギリギリだったって言ってたんだよねこの前。そうね、ケースはちょっと狭いからね。そうですね、2万席しかないからね。あの新しくレフトの方にちょっと席を作ったんですけど、ですね、ちょっと増築っていうか仮の感じで作ってるんですけど、まだまだ日本シリーズを行える観客動員数をまだちょっと足りてないですね、スタジアムが。なので、まあ、本当にプレミアチケットなんですけどもね、まあ、ぜひ仙台とか東北で盛り上がって楽天も応援していって、ぜひねいい結果が得られたら。いいね、本当だから去年もベガルタ頑張ってたし、今年は楽天見事優勝って感じで、東北のスポーツも熱いですよ。ただね、あの面白いですね。面白いんですけど、うん、まあ、去年のベガルタも惜しくも2位ということで、ただ2位と1位っていうのはかなり差があるんですよね。確かに優勝とそうでないからね。そうですね、まあ、やっぱり優勝が見たいところですね。うん、そうだね。というわけで楽天のこの興奮冷めやらぬ中ですが、If I Amの配信の方もまあ始めていきたいと思いますので、はい、そろそろね、はい、そろそろですね、まあ、本題に戻りまして、If I Amです、はいはいはい、If I Amは毎週木曜日21時から配信しておりますが、はい、配信場所に使わせていただいているのは仙台市の、まあ、五つ橋にありますファイブブリッジ NPO 法人の社ファイブブリッジの、ね、まあ、会議室というか1階を使わせていただいています。名前決まったんですよね今。そうね、名前をね、はい、名前この前決まりまして、決まりましたね、と、はい、じゃあ根本さん、そうですね、名前をここの1階のスペースなんですけど、五つ橋にあるクリエーションスペースっていうことで、あの五つ橋クリエーションスペース、略してごくりと。ごくり、何を略したの？あの五つ橋のね、五つが5だから、うん、ああそれでこう五つ橋でここからクリエイターたちがたくさん出てくる、素晴らしいですね。ということで、ごくりという名前になりましたよ。美味しそうですね。ちょっとね、やめちゃえ、西洋飲料水っぽいっていうか、シュシュする。だから違う違う違う。言われるわけ。果汁とか入ってないからやめて。はい、ね、イカ山はですね、はい、まあ、こういう風にファイブリッジの、まあ、1階でやってるんですけども、ユーストリームということで
現在ニューストリームで配信を生でご覧になっている方は右側にですね、はい、ソーシャルストリームの欄があると思います、はい、そこからですねコメントを右側はねこっちなんですよ。こっちか右側はこっちなんですよ。右側はこっちなんですね。こっちの方ですね。そう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 。でまあソーシャルストリームという欄からコメントができます。そしてそのコメントはこの番組内で紹介させていただくこともあります。まあ今日は本当に楽天のねことをねつぶやいても興奮をねどん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 共有していきたいなと思うんですけれども、これから私たちがね行うコーナーについての感想とかそういうのにもちょっとコメントいただきたいなと思います。じゃあ今日は何をやるんだということなんですけど、もう下にテロップが出てるのでお気づきの方もいらっしゃると思いますが、先週2時間スペシャルでお送りいたしました浦島太郎電鉄、素晴らしい素晴らしい企画なんで2時間でも伝えきれないことがあったとプロデューサーが嘆いていた、ディレクターが嘆いていたので未公開スペシャルということで、今回は未公開シーンをどんどん放送していこうではないかということで本日そういう企画をやっております。いやそうですね。で今日ですね MC を務めさせていただく東北大学経済学部1年の浦口です。先週に引き続いて引き続け先週と同じく MC を務めさせていただく浦口です。よろしくお願いします。で本日はですねちょっと画面にねなんかいろんな面白いものが映ってるぞということなんですけども、ね、はい、本日ですが FIM の配信スタッフがなんとこれで全員です。そうですね、4人です。うん、はい、なのでもうフル出場してもう配信のねこの機材とかも出しちゃって本当にこういう感じで行こう DIY な感じで行こうということでそういう配信をやりますということで、スタッフのですね自己紹介をじゃあ根本さんからよろしくお願いします。はい、ということで、NPO 法人メディアアジスタッフの根本総一郎です。今日はですねここでツイッター係をしながら、出演者としても喋っていこうという感じで二足のわらじを履いてまいりますのでどうぞよろしくお願いします。楽天おめでとうございます。おめでとうございます。はい、東北学院大学3年の長谷川と申します。普段裏方で、まあ、カメラをやったりだとか ここのミキサーっていうので音量調整してたりするんですけど、まあ、なぜか出ろと言われたので今日はちょっとカメラを持ちつつやってみたいかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、東北大学経済学研究科、1年の菊池亮です。実はですね僕はイエイ、はい、イエイ分かった。そう、ね、こっちのカメラもあるんですよ。ね、でもなんかちょっと やめよ。はい、今自分で切り替えましたけど、そうこの ね長谷さんがこのカメラを持ってるんですげえ近いとこから映してくれるって感じなんですけど、まあそれは置いといてですね、はい、僕実は先週の日曜日ですか、はい、テデックス東北って皆さんご存知ですかね。聞いたことはある。テッドっていう、まあ、有名なアメリカのカンファレンスを、はいはい、まあ、独立したイベントとして東北とか、例えば今だと琉球とかあと長野県の佐久市とかで今やろうとしたりしてるんですけどもね、広まってて、それの東北バージョンが13日であったんですよ。今年は、まあ、過去2年に比べて結構みんなの評判も良くてですねいい感じだったんですが、で僕のそこのスタッフもやってるんですよ実は。そうなんで、メンバーなんですよ、うん、だけどなぜか僕 IFIM で実は1回も宣伝しなかったと。言わなかったですね。あ、うん、なんかよく分かんないけどしてなくて事後報告でした。大変いいイベントなので、まあ、これからYouTube とかでその動画とか上がるんでぜひ。皆さんなんか UNNERF ってわかります？@UNNERF っていう匿名のツイッター、そうツイッターアカウント、うんうん、あれってなんかすごいいろんな情報を流してるじゃないですか。そうね、うん、さっきもなんか楽天が勝ったこともなぜか流してたんですよ。そうなんだ。そうすごいね。そうなんか震災の情報とかじゃなくても、うんうん、でそれってなんか誰がやってるんだろうってすごい不思議だなと思ったんですけど、そのなんと作った創設者の人も今年出てたりとかですね。NERF創設者、そう、いや彼の話すごく面白かったんですよ。なんでそういうところもぜひ見てくださいって感じで、という事後報告。そうなんか久しぶりに出たから一応。そうですね、うん、それ何かで見れるの？はい、あとで YouTube で。 YouTube、はい、ちゃんとその編集した動画を流します。まあ、当日ユーストリーム流したんですけどそれは録画ではなかったので、うんうん、その後 YouTube で流すことにあっております。はい、
って感じで終わります。ありがとうございます。これね、拍手も我々でやらなきゃいけない。やったー、やなんだこれは。茶番か。茶番だね。というふうにですね、現在ちょっとですね、男4人でむさ苦しく、しかも全員メガネ。そうです、なんだこの絵は。ヤルメガさんがね、あのね、メガネ男子たち。メガネ度が高すぎる。というわけでですね、FM では現在、裸眼の男子を募集しているので。そうだ、女子でもいいよ。だっけ。あ、女子でもいい。あ、女子でもいいと。裸眼の女子を募集する。メガネ女子でもいい。メガネ女子でもいい。まあ、とりあえずですね、我々 FIM、まあ、スタッフを募集しております。まあ、現在、ちょっと大学も後期になりまして、ちょっと前期に入った団体もあるけれども、もっと違うことを始めてみたいとか、そういう方がいたりとか、あと、もう単純にね、こういうユーストリームの配信とかに興味があるとか、あとは、もう近くにロケ番組をテレビみたいにやってみたいっていう人でもいいですし、バラエティみたいなことをやってみたいっていうのでも全然いいので、本当にどんな形であれ、IFIM に関わっていくような人々っていうのをちょっと我々は探し求めています。でね、本当に女子がね、今いないんですけど、ここにね、この場にはいないんですけど、やっぱ増えてくれると嬉しいなと思いますよね。あの前回の配信のね、先週の配信の時は女子が3人ここにいて俺がいてっていうすごい絵だったのに、すごい華やかでした、ね、落差落差よ。もう1週間で何があったんだろうね。マー君のスライダーより落差すぎる。びっくりだわ。そりゃ打てねえよ。スプリットですね。スーパースプリットですね。ちょくちょく挟むね、楽天。まあですね、時事ネタは挟んでいこうと思います。というわけでですね、まあ、未公開シーンがあるんです、浦島太郎伝説の、はいはい、先週見ていない方に浦島太郎伝説をサクッと説明します。サクッと、はい、サクッとですね。浦島太郎伝説とは、岩手、宮城、福島の東北の沿岸のですね3県、そこにある駅からランダムで目的地を決めます。で、JR のですね路線図ありますよね、電車が走っているところ、それをスゴロクのマップに、今略しちゃいましたね、スゴロクマップ、スゴロクのマップに見立ててですね、サイコロを振って目的地を目指していくという企画です。素晴らしい、どっかのゲームにありそうな。そうですね、ですね、そういう企画をちょっと我々はもう自分たちの足でやってきたということなんですけどもね、はい、で、ぜひですね、先週の動画もですね、録画でユーストリームで見られますし、これから YouTube にアップするっていう計画もございますので、はい、ぜひそれも見ていただけたらなと思います。楽しみやね、ですね、はい、この配信が終わった後にね、その先週の録画を見ていただくとかっていう形でも結構ですね。そうですね。というわけで見ていただきたいんですが、今日は未公開のスペシャルをやりたいですね。うんうん、やりたいんです。やりたい。というわけでですね、まあ、どんなことがあったのか、浦島太郎伝説2日やりました。で、2日間参加しました。で、もう本当にビデオにすると何時間ぐらい撮ってたんですかね、あれって。あれ全部の動画だと。はい。漆田さんの方のカメラが2時間40分入ってて、はい、僕のが1時間半だから、すごいですね、4時間、4時間撮ってたんだね。そうですね、ビデオにしただけで4時間っていうね、うん、ロケしたのは40時間ぐらいっていう。そうだね、ロケ時間で言うと40時間ぐらいありました、ね、漫画喫茶の時間とかも含め漫画喫茶で俺が進撃の巨人を読んでいた時間も含めるとそれは含めたよ、寝ろって話だよ。そんなぐらい時間があるわけなんですが、で、そこからね、惜しくも本配信ではできなかった未公開スペシャル、さあもう最初の動画に行ってしまいましょうか。行きましょうか。行きましょうか。音が、あ、そう、あげる、うん、上がる。じゃあなんかこれね、ここだとすごい確認しやすい。あ、これ大丈夫、これ大丈夫みたいな感じです。もうね、普段はね、あのカメラの向こう側にいる人たちも全員こっちにいるということですから。裏側大公開です。はい、というわけで、では早速1本目の動画に行きましょう。1本目の動画です。未公開スペシャル、どうぞ。もう一回邪魔になってるから。なぜ登場直後から見切れるの。見切れるんですか。じゃあ一応ローカルテンパスです。これは、まあ一応忘れないうちに。よし、で、これもこれも持ってない。これなくすと旅終わるから気をつけてね。慈悲ですよね。慈悲です。慈悲で核兵器になりますから。旅終わるって辛い。おはようございます。長旅や。長旅ですね。長旅。
待ち時間とか2時間待ち時間が出たら観光していい。2時間うん出ますあるある。あります気仙沼にはよくあること。シミュレーションシミュレーションやった時は6時間ありました。6時間の待ち時間が出た時がありました。住んでるよ。住んでどんな感じでした。治療でただひたすらパソコンのあるじゃないですかサイコロを振れるようなさっきあれを、ね、振ってもらってあとは指導で自分で自己ピッションを広めてガンって進んでいくみたいな。これさ、いないよね、改札の人。いないです。誰もいない。いいの誰もいないから、一応だからでもみんな持ってるからね、別にちゃんとロープロスを出しながら行こう。はい、はい、スーパースーパーこれ見ていただくと分かる通り緑の駅って結構主要駅っていう大きな駅で、まあ白は無人駅とかそういう類で結構こういうのってなってるんだけど我々は見事に白にしか止まってないわけですね。見事にこれ違うの。何気も低いっすよ。よく戦う。何気に何気にってレベルじゃないだろ。テレビでやりすぎて当たり前みたいな感じしますけど。それもしいいよ。みんな乗れる気がする。影響受けすぎだよ。それみんな乗れる気がするけどそんなことはない。ジャッキーチェーンがおかしいだけって。そうそうそう。松島が終点の電車があってそこから先には進めないということで松島に来ています。松島です。どうですか。見てください。松島です。日本三景。いやー。皆さんこれが日本三景。あのね、これは誤解を読む。次タモク来たら、T.M. レボリューションモップ。いや。ああ。やって。やだよ。お願い。さっきさ、なんか。これは男の人に。短パンの男の人。ホームとホームと電車の間が広く空いてますよ。気をつけくださいって貨物列車の言われてもしょうがないよね。何の気をつけようもない。危険だ。気をつけて。あ、そうかそうか。さっきのジャッキーチ。ホームと相手誰のみたいな。何に対して注意するんだ。やだな。じゃあしょうがないね。じゃあしょうがない。ジャッキーピンポン。間に足挟まって失敗するジャッキーチェーンとか見たくない。絶対見たくない。全然隙間空いてないよ。やったね。ジャッキーチェーンも大丈夫。これはジャッキーチェーンも大丈夫。じゃあ降りましょうか。どこ？改札、あっち？あれ、あそこから。改札なのか。改札っていうか無人駅だからね。改札はない。見る人、実際に見る人は、まあ、編集でカットされて、バツバツカットされて、うん、まあ、スースー言ってるような絵を見るわけですよ。そうだね。ちげえよと。だから現実も見せつけた方がいい。旅はちげえぞ。だから多分 Facebook とか Twitter ではもう少し現実を見せつけるコメントをしていくみたいなのが大事かもしれない、ね、旅はちげえぞ。電車混んでるぞ。だってまあこれもまあ待ち時間1時間ありますからねこれ。そうだね。この電車乗るまで1時間経ってるんですか。そうだね。あれですね、夕方になると虫が出ますね。あ、そうだよね。あ、無理忘れた。気仙沼無理はないですけど、まあ、気休め程度の虫除けはあります。マジで、はい、何たどり線香。違う、自分で作ったやつ。たどり線香自分で作った。ちょっと蒸気じゃない。オイルかなんかで、はい、ハッカー油で。へぇ、まあ、かっこよく言ったペパーミントですけど。はいはいはい。やば。え、エッセンシャルオイル。まあ、じゃないですよ。ただ本当の薬用のハッカー油で。ほうほうほう。面白い。それこそ虫除けになる。あ、ですね。あれ、どっちかとゴキブリとかそっちの。こいつ。あと、観葉植物とかにかけるといい。聞けば聞くほど何も。はい、ちょっとだけカメラを回す間にもうこんなに外が暗くなってる。そう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 。早いですね。日差し出るのが早い。うん、早いものですよ。ちょっと気仙沼結構日差し出るのが他のところに比べて早いんじゃないですか。宮城、ああ、東の方に突き出てるから。はい、唐桑町の方だと宮城で一番最初に日が昇る場所って言われてる。なるほど。あれで、気仙沼も結構早いんじゃないですか。ね、地域差ありますか。はい、はい、というわけでまず初日ですね、うん、初日の未公開シーンを見ていただきました、うん、もうですね、多分未公開シーンの方がより過酷さが伝わるのかなと思ったらジャッキーチェーンの話しかしてないほぼジャッキーなの。ほぼジャッキー、うん、
あのでも我々はあのその長い待ち時間あったんですね。例えば1時間電車に乗れないとか、そんなに30分ぐらい電車に乗っているとか、そのぐらい の、はい、あの結構暇な空き時間はだいたいジャッキー話で盛り上がってました。なんかジャッキーの話してたよね。ジャッキーの旅でしたね、あれは。ジャッキーの旅で本当にそうなんです。本当にそういう時間が長くてですね、うん、でこれこの企画をとりあえず考えたっていうか、まあ発案者責任者、うん、根本さんなんですけど、重いかな、ちょっと映してあげた方がいい、言い方が重いかな、はい、あのこの根本さんですね、はい、カードを考えた、目的地を考えた、そこまでは良かったんですけど、そこからのシミュレーションに関しては何もしなかったんですよ、ね、僕シミュレーション何もしてなかった、何もしなくて、びっくりですよ。すいませんでした。で、その企画をやるよっていう8月の終わりあたりですかね、夏休みだったんで、じゃあこれマジでやったらどうなんだろうなと、ちょっと僕が興味本位で、うん、あの手動のシミュレーションしたんですね。パソコンを使って、先ほども言いましたけれども、うん、パソコンで、JR の路線図と、あと Yahoo の路線情報と、うん、あとサイコロを振れる、あるじゃないですか、シミュレーターみたいなサイトと、うん、あと地図とかを照らし合わせていろいろやるんですよ、うん、でそれを1回ずつ、その出た結果を1回ずつワードに書き起こしやるな。A チームと B チームに分けてワードを作ったんですよ、はいはいはい、でそのワードでずっとやっていくと、あ、同じ電車乗った、すげえとか言って切ないな。割と夏休み暇だったんで、それで時間潰してたんですけど、シミュレーションごっこ、そうそうそう、ただすると時間がね、すごい、うん、本当にすごいんですよ。だから、うん、本当に釜石とか遠野に関しては、釜石線っていうのは、うん、本当に浦島太郎電鉄には組み入れてはいけない、そうそうそう、っていうことがシミュレーションで分かる。そうだから僕ら、初め僕がなんとなくやっぱり沿岸部欲しいなとかって言って、ね、釜石と、あとは僕妖怪大好きなんで遠野入れたいと思って釜石と遠野っていう目的地を本当は入れてたんですよ。ネームバリューで選んだんですね。そうそうそう、それをだから堀口がシミュレーションした結果、さっき動画の中出てきた通り6時間待ちっていう時間が発生したんだよね。基本的に川越線っていうのは、うん、通勤通学もしくは帰る時間帯と昼と、うん、でぐらいで終わりで、例えば終電が8時とかそういう感じでやってるんですけど、うんうんうん、するとね、通勤通学の間の時間、みんな働いてるだろう、電車乗らないだろう、時間は動かないわけですよ、うん、その時間にかぶったりね、一本もない一本もないっていう時間があるんです、時間帯がね、すごい闇の時間帯があるんですよ、川越線。でもちろんそれこそそこで何もない駅で夜終電終わってしまったらもう何もできないですからね、うんうんうん、そうだね、積みだね、うん、なるほどなるほど、ということで釜石線は今回は却下になったっていう、却下になってしまった。でも時間があればやりたいですね、うん、もちろん遠野とか釜石とか行きたい魅力がある場所ですからね、そうですね、だから時間があればということで、そうそう、いやそうですね、っていう感じでね。あとはちらっと小野寺が急にその虫除けの話をしだすんですけど、しましたね。だから我々本当に泊まる気でいたんですよね、初め野宿するつもりがあったんです。いやそれは、うん、根本さんと小野寺ちゃんだけです、うん、そうですね。僕だけだったのかな。基本的にはそうです、うん、漆田さんっていう、うん、もう一人ちょっとなんですかね、うん、カメラを撮ってた方は、うん、ちょっとカメラとか撮ってた方はちゃんとネットカフェがある駅とかを調べてるわけですよ、うん、そうですね。で僕も大きい駅で泊まろうっていうのをちゃんと考えて、シミュレーションでも大きい駅にどうやったら泊まれるかっていうのもやってるわけですよ、うん、だけど根本さんは寝袋を持ってくるわけですよ、ね、そうだね、ベクトルが違うんですよ。でさらに小野寺ちゃんは、うん、虫除けとハッカーを持ってくる。ね、ベクトルが違う。手作りの虫除けを持ってくるっていう、ね、無駄な女子力発揮してるね。あれが市販のじゃないんですよ。すごい本物です。あれ真の森ガールはああいうものですからね。開けたらめっちゃ通ってくるって。でそれがあるにもかかわらず、うん、全く使わずにさっきいたバス停で、うん、僕は虫にたくさん刺されたっていう。刺されちゃったんだ。5個ぐらい刺された。聞いてねえっていう。だからね、うん、あれ結構過酷だったね。過酷でしたね。もっと過酷になると思った。だから僕のオレンジ色のバッグの中にはパンパンに寝袋が入ってるんですよ。ああ、ですね。結局披露はしなかったですけど、寝袋もあったら面白かったですね。そして根本さん一日で帰ったじゃないですか。いやだから帰らざるを得なかったからね。その時寝袋持って帰ってましたけど、ね、そうそうそう。だからいいね。何だったんだろうって。荷物だパンパンにして持って帰ったけど。
というわけでね、初日の様子をね、未公開の様子をお送りいたしましたけれども、ここからはちょっとね、2日目もね、いろいろ未公開シーンが、まあ公開したところでもちょっと衝撃的なね、ことが、いろんなことがあったんですけどね、特にまあ台風とかね、また強い台風来ましたけど、このロケの時も台風が来てたんだね。それはシミュレーションしきれなかった。それはシミュレーションしきれなかった。台風シミュレーションしてないんですよ。天候まで台風のシミュレーションしとかなかったからね。してなかったですそこは痛手ですね。でも本家のゲームだと台風危険はちょっとお金がなくなるぐらいですけど、うん、本当に何も動けないっていうのがこの浦島太郎電鉄の面白いところです。というわけで、まあ2日目もですね、いろんなことがありました。では、はい、2日目はちょっとチーム戦だったんですけれども、うん、で漆田班というわけで、漆田さんっていうカメラマンと僕とあと小野寺さんの、さらに大谷さんが途中で加わってくるっていうチームがありました。もう片方には根本班ということで、根本さんがカメラマンで、他にも竹丸さんとか、あとこの間来てくださった女の子2人ですね、庄司さんとか貞弘さんとかのチームが、この2つのチームで対抗戦をやりました。ほとんど対抗戦にはならなかった、はい、ところもあるんですけど、そうだ、ね、我々はどっちかというと自然と戦ってたんですよね、あの時は。どっちもね、どっちも台風と戦ってましたね、うん、その中で未公開シーン、まず漆田班の方ですね、の未公開シーンを見ていただきたいと思います。では2日目の未公開シーン、漆田班です。 VTR どうぞ。もう一息一息にリアクション取ってたら30駅ぐらいあるんですよ。あの死にますから。ここ何駅ですか？しない沼。しない沼。しない沼といえば誰だい？わかんない、そうね、鎌田三之助だね。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。誰？いやいやいや、鎌田三之助何した人？有名な村長ですよ。村長。あ、でもしない沼ってなんか聞いたことあるな。しない沼っていうのはものすごい大きい沼で、すごい田んぼとかを作るとき邪魔だったんですけど、うん、それをもう干拓して、うん、もう全部平地にしよう、で、一大でっかい田んぼを作ろうっていうことになって、はい、どうしようってなったときに、うん、だけど人々があんまりまとまらないときに活躍したのがその村長で、はい、その村長もずっとわらじを巻いていたって、わらじ村長っていう別名があるんですけど、はいはいはい、まあ、これ、この人がリーダーシップを取ってからしないのはどん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 狭まってき、最終的に干拓なんで、もう今すごい田園風景が変わってるけど、田んぼが広がる地域になりましたっていう。7、8、9、10、11ということは仙台行けない。行けない、ごめんなさい。ワンチャン、ワンチャンない、ない、なんてガチです。ガチです。最後のガチで食ってるので、そうそうそう、見直しはありません、はい、ということで、はい、申し訳ないですが、仙台まで行けない、はい、陸前山王という駅に今から向かいたいと思います。はい、わかりました。じゃあ、はい、次のは電車まで、じゃあね、はい、待ちましょう、待ちましょう、はい、まあ、絶望ですね、絶望、ね、失望しました。まあね、これを言ってしまうと、昨日の前哨戦なんですけど、ちょっと私、ホラグチなんですけど、ものすごく引きが良かった。うん、6が出まくったり、特急カードを引いたり、あと最後自分で目的地のゴールに、ゴールってぴったりつかなきゃいけないんですね、基本的には、うん、それを出したのが僕なんで、ちょっと昨日で運使い果たしたから。あ、そうですね。ありますね。もう、もう今日は使えないと思います。ちょっとサイコロ大事な時任せます。もっと、あ、そうやって責任転嫁するんですよ、最低ですね。いやいや、頑張るときは頑張るよ。ここはなんとこの駅、こういう自由に読める文庫本があるんですけどね、なんかその中に運が開けるとかっていうすごい怪しげな本がある。ちょっとこれ見といた方がいいんじゃないですか。運開けないで、大丈夫。濡れる、雨で濡れる、はい、みんなそう、なんか微妙に隠してる、だってね、寒いっすよ、あ、見えますよ、ねえ、豪快に。何が嫌だってね、人がね、いるとね、ダメだよ。人がいるとダメだよ。まあ、そんなの罰ゲームですからね。まあ、そうだよね。誰もいないところでこんな T シャツ着てはしゃいでても、うん、何も罰ゲームではない。虚しい、ね、人がいてからこその罰ゲームですかね。罰ゲームイコール羞恥って言われない。ね、出てるしょうがない。あさあさあ、やだ、貧困の感。だって、今からご存知の通り、今から仙台駅来るんですよ。東北最大の、最大の駅に来るんですよ。最大のターミナルですよ。それがこれですよ。で、まあ俺はまだいいとしよう。けどね、ちょっとね、カメラマン見てください。もうね、一番ひどいとこだ。一番似合ってる。似合ってる。なんか似合ってる。これですよ。ほら、なんか外国人だってほら、よくわかんないこと書いてある。あ、そうそうそう。日本人だって、なんかここなんでお前その英語どうするみたいな。
うん、やつあるし、うん、そんな感じ、うん、そんな感じ、イタティ、イタティシャツですね、かなり人がいますね、長谷川仙台駅危ないです、危ないです、いけど、突っ込まれへんわ、誰にも、違うんだよ、そりゃそうでしょ、怖いものがいますからね、突っ込めないでしょ、これ仙台駅の、うん、外国人めっちゃ見てたけどそうそう、まさかの、いや、ま、いや、まさかの、その値段もうちょっと丁寧にやりましょう、丁寧に、丁寧に、丁寧にやろう、丁寧にやりたい、丁寧に、そう、いやー、というわけで、はいはい、2日目のですね、漆田藩の様子を見ていただきましたけど、はい、まさかの VTR 中に振られるっていう、うん、なんでしょうね、それなんですか、これまだね、動画あったよ、あったんですか、あれなんか、うん、わかんないけど、まあいいや、あとで、はい、というわけで、未公開シーンの未公開バージョンいやー、びっくりしたんですよ、あのですね、何があったの、貧乏神 T シャツを、はい、あの負けた方っていうか、まあ、目的地に着かなかった方は着るんですね、うんうんうん、でちょうどそのそれを着ろって言われたのが、まあ、名取駅くらいの出来事でして、うんうんうん、でそこから大志郎駅に我々向かって大志郎駅で着替えて仙台駅に向かったんですよ、うん、で大志郎駅から仙台駅なんてもう本当に一番人が乗ってるようなぐらいのそうだねすごい路線じゃないですか、うん、それで昼まですごい恥ずかしかったんですよ、はい、でその時にあの小野寺ちゃんが、うん、あ大丈夫だよ恥ずかしくないよだってあの外人もさあのよくわかんない感じの T シャツ着て恥ずかしくなく着てるじゃんそんな感じだよって言ったんですよ、うんうんうん、でああまあそう、ね、え、そうそうなのっていうあの、まあ、納得は言ってない納得は言ってないですけどちょっと、まあ、聞いてたんですようん、うん、そしたら、長町駅ですね大志郎駅と仙台駅の間には長町駅っていう駅があるんですけど、うん、そこで背の高い外人さんが乗ってきたんですよ、うん、でその外人さんをパッと見たら T シャツに芭蕉って書いてマツオ芭蕉の芭蕉ですよじゃあもうリアルに変な T シャツ着たから乗ってきたんだだから芭蕉と貧乏神しかもあの僕の着てた T シャツって一人だけ違くて、うん、みんな貧乏神だったんですけど、うん、僕だけゴトムポエバティってことであの、うん、貧困の神で、だからちょっとあの字が分かんなかったら神なのかな、うん、あの人神なのかなっていう風にゴッドだけ出た、うん、見れるような T シャツだったんですけど、うんうん、あの外人さんには全て意味が分かってるで全て見てあいつ貧乏神だよって言っただけど俺もこっちもこっちであいつ芭蕉だよってどっちもどっちだ両方で笑いをこらえきれないっていう長町から仙台駅の6分間やってたんですよだからさ、ホラグチの T シャツはある意味一番安全だったんだよねそうですね英語 T シャツだからスタイリッシュだった多分外国人に見られなければあんまり恥ずかしくないって話をしてたらその外国人がマジで来た芭蕉 T シャツを着てやってくるっていう奇跡が起きた芭蕉 T シャツどこで売ってるんですか芭蕉店芭蕉ってだけ書いてあったんでしょ芭蕉ですよ色は色は、ね、いや黒で黒で芭蕉白でシュールだな白地に黒ひどいよあれはこれやばい本当になかなか真似できるものじゃないねいや、でも確かにね変な入れ墨とか変な T シャツとか着てる人いますけどいるね、うん、でもそのノリじゃないですよこの貧乏一回仙台駅で着てみてください皆さんそうだね変な T シャツですね一回着てみるといいかもしれないですね一回着てみるとその恥ずかしさが分かりますでねカメラを、まあ、回してるからいいんですけどただね僕が一番気になったのは小野寺さんの腹のくくり方が異常だとどんだけねどんだけ着れるんだと、うんだってあの人も、うん、1日目から野宿の準備してたでしょし、ね、でしかも2日目はもう全然 T シャツためらず着るでしょどこでどういう育ち方をしたらあんな強心臓になれるのかっていうすごい、ね、心臓に毛が生えてるというのはまさにあのこと強いなんか我々が考えた罰ゲームが罰ゲームになってないなってないですね平気で来てたっていうね今度罰ゲーム小野寺家に行くとかでいいんじゃないもうちょっとね彼女専用の作らなきゃ鍛え直されてくる俺らみたいな行ってみたくはあるねどういうところなのかオタク訪問的なっていうのはありますね、はいはいはい、じゃあそれ流しますかちょっとなんか残ってる続きがあったような続き流す流しますかなんか、うん、オッケー、うんうんなんかね、その多分これはなんだ、うん、多分その
台風で電車が止まって、はいはいはい、あとホラグッチがなんかやってる動画みたいな感じですね。はいはい、はい、じゃあそれを今から流します。お願いします。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、はい、どうぞ、はい、なんで今こんなにいい目出るのにあの時全然ダメだったんだろう。絶望だったよ。あれ？だんだん悪くなる。通常運転に戻ってきた。66出します。お、あ、普通だ。あと2回中に66出す。お、無理や。望みがないよ。ダメだ。ダメだ。はい、ということでスタジオに帰ってきました。低っ。びっくりするよ、低かった。あんな位置出ます？普通出ないね。そんな好きなの位置、ね、嫌いですよ。でもあっちのチームでほぼ1位出てない。1回だけあのぶっ飛びカードで1位が出たんだけど、はい、それ以降は常に1位出なかったからね。これはうちが持ってるやつが異常っていう。いやー、なんであんなに。なんであんなに出るかなよかったですね。でもコンビとしては良かったんですよね。モグラちゃんは逆にでかいしか出さない。でかい目しか出せない。4以上しか出せない。そうそうそう。俺は小さい目も出せるっていうところでうまく刻みまくって、1秒は好結果が得られたけど、2日目はそんなに良くなかった。そうだね、お互いの悪いところが出会ったみたいな感じだったね。あとですね、本当にSD カードばっか引いたりとか。そうだ、ね、SD カード悪い面ばっかりが出てしまった。SD カードからの SD カード。あれなんだっけ、仙台とどこ行けない？シドニーだ。仙台とシドニーに行けます。シドニーは自腹です。そう、ね、仙台とシドニーに行ける SD カード2枚持ってたっていうね。でもシドニー行ってみたいですけどね。行きたいね。確かに行けるもんならね。行けるもんなら行ってみようかな。考えるとね、戯れたい。我々がね、こういう風にね、あの小野寺さんと僕なんてもうひどい絵ですよ。言ってしまえばあのなんかぐったぐたですよ。でも女子大生っていう素晴らしい人が2人揃ってすごいいい旅をした班があったよということで、もう片方の班、根本班の未公開シーンも見ていただきたいと思います。行ってほしいですね。では行きましょう。 VTR どうぞ。ということで、まあ、こういうね、負けた場合はこういうものを着ていただくことになるわけなんですけど、絶対行きません。絶対行きません。絶対行きませんいただきました。行かない。これボンビー。まあ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 、まだあります。まだあります。紹介しちゃう。やばい、これが一番辛い。これなんだ。これは極品 T シャツ。でもこれ1200円ぐらい売れると思ってるからね。なかなかね、悪くないと思う。はい、はい、で、ラストはボンビラス。その細い文字が味を出してますね。来たくない。本当に来たくない。心の底から声が聞こえる。はい、ということで負けないようにすればいい。そう、まあ、負けなければ着なくていいからね。当たらなければなっておりますから、どうということはない。あれとか乗んないですよ。あれ乗っちゃうとね。あれ今回ね、乗る場合自費なんだよね。あ、なるほど。まあ新幹線カードっていうのを本当は用意してたんだけど、はいはいはい、新幹線カードっていうのはあの出た瞬間に自費で新幹線に乗れるっていう。やべえ。乗れるっていう。乗りたくねえ。まあでもちょっといろんな批判があって封印になりました。はい、ということでね、じゃあぼちぼち行きましょうか。はい、やべえな雨。はい、ということでですね、台風が接近しています。ね。次は。ああ、裸眼の俺を取らないで。裸眼の俺を取らないで、恥ずかしい。まあ、取るんだけど。台風接近してるね。いや、だから、良くないって、このまま南に進む。このまま。台風に向かっていってる。我々、台風に向かってるからね、今ね。何してるんだ。俺本来なら今日ゲームをしてる日なのに、なんで雨に向かってってんのかなっていう、台風に向かってってんのかなっていうさ、チャレンジャーだね。チャレンジャー、戦おう戦おう。帰ろう。
ということで、あと何駅で2駅、うん、だいぶ来ましたね。はい、若干電源が落ち始めていた戸田ひろちゃんでございます。なんか徹夜明けなんだよね。なぜか徹夜明けの佐藤ひろちゃんです。プレゼンの資料を作ってました。頑張ってます。そしてこれから徹夜するかもしれない庄司さんです。はい、なんか私はこれから友達の家で、はい、作業が待ってます。はい、ということでなんかもう大変な人たちですね。いやーやばい、雨がね、やばい、これ何これ、台風です。はい、はい、台風です。これさ、うん、帰れる、私はもう電車来るって言うからすごいみんなワクワクしてたら金太郎でした。貨物でした。これ今年1日早すぎだろ。ディズニーランドのアトラクションより怖かったの。ありがとう。いやー、なんつうタイミングだって話だね。ガンガン来るし、道が目に入ったし、もうい や、 小次郎くんじゃないか。小次郎くん可愛いな。ありがとう。お前小次郎くんだった。いい顔して、はい、学んでました。学んでた。はい、何書いてあるの。真田幸村のと片倉小十郎の、はい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 、はい、物語ですね。へえ。気づいたらそんなものを持ってましたか。笑いました。もうかなり普通に白石を楽しみ始めてますね。よしよしよし、いいと思います。若干勉強になった。まあまとめると、まとめると伊達政宗ってすごいなっていう、そういう話だった。あれ、ね、片倉小十郎さん。片倉小十郎の凄さ、片倉小十郎さん、あんま出てこないですね。え。そうなの。あんま出てこない。あそこのあれだよね、あそこのこう、なんか新聞みたいなやつでね。そうですね、新聞みたいなやつで。あれは何を紹介してるんですか。真田幸村と、はい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 、伊達家、真田幸村と、なんか狩りみたいな、はい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 、あれ片倉さんは、片倉さんは、うん、その真田幸村の、うん、息子の息子、竹丸さんがなんか半笑いですけど、どうなんですか。息子の息子ではないけど、ではない、息子って書いてありましたっけ。息子の息子ではない、息子、何なの。真田幸村の娘の旦那さんが片倉小次郎、うんうん、ああなるほど。血はつながってはいないんだけどみたいな、でも家族ではなる。片倉小次郎は伊達政宗と主従関係を結んでる、うんうん、はい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 、うん、なるほどね、うん、だって、はい、なるわ、まあ、そういうこと言いたかったんですね。なるほどね、そういうこと言いたかった。息子の息子は出てこない。それ孫だね。ひどいなぁ。ほんとひどいね。ひどいなぁ。しかも、どっから突っ込めばいいのかね。そう、しかもこの動画唐突に終わるからびっくりした。いやね、だから、うん、かなりいいキャラクターの2人でしたよ。キャラクターぶっ飛んでますな。華やいでたね。華やいでますな。それ間違いない。華やいでたんだけど、うん、パッてこう切り替えたら、おっさんやないかっていう。そうね。おっさん2人と、なんかね、あの女性2人で、おっさんたちいいコミ分だな、ほんとね、これすごいですよ、だってチーム分け勝手にされてたもんね。
ああそうチーム分けとか本当なかったの、ね、なかったです。だから適当にあの、うん、こうだよっていうことで根本さんは帰って女子大生とかと楽しんでたの、うん、なあアースルしかなかったアースルしかなかったって分かってくれた。アースルしかなかったんだ必死だな必死ですね違うんだって寝袋持って帰った人は言うことが違うよね。別に可愛い女子大生と一緒に旅がしたかったとかっていうことじゃなくてあの2人が2日目からしかできないと、うん、で1回帰ってあの準備するとしたら俺しかいないっていうことで、まあ、なったっていうことなんですよ。なのでね全然共感得られてないんだけどなんか楽しそうだったしね。うん、まあ、そんなこともありましたよ。しかしいいキャラしてますね。なのであの彼女たちはまたイベントがあるために現れるっていうことかもしれないですね。またどっかのタイミングで。そうっていう感じですね。なんでしょうね。この女子2人ナルシスト共演で踊ってたって。来ましたね、ソーシャルストリームが。ナルシスト共演って何なんですか？これなんか宮城大にあるサークルかなんかなんだけど、宮城大学の中でそのナルシストの方々が集まってすごい踊ったりしてるんだよね。ナルシストなんですか？そうナルシスト。でだから自分を好きにならない人は相手も好きになれないだろうっていう理念のもと、はい、すごく自分を愛しながら他人も愛してるっていう。正しいっちゃ正しい。確かに正しいですね。そう間違いなく正しいんだけど。あったあなんか NPC なんか出せる。これね。これナルシスト共演。究極の自己陶酔劇って書いてある。これ2007だからあの止まってるな。でもかなり昔からあるってことですね。そうですね。伝統的にやってるらしい。佐賀弘さん言ってたもんね。なんかこれなんか。入りたくて宮城大入ったみたいな、そんなことがあったっけ。この人たちを見ていかないとと思ったって言ってた。大丈夫それ大丈夫大丈夫すごい、ナルシスト共演の URL ナルシスト .jp ですからね。ちゃんと .jp 取ってんだ。そうナルシスト .jp すげえな。すげえ。ドメイン取ってまでやることか。共演っていうのが素晴らしいですよね。うん、狂ってますか。狂ってますね。狂うだけっていう感じですけどね。はい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 。あと込みたかったのはさ、あの伊達政宗のやつだよね。あそうですね。お勉強したことをこうね、喋ってみようみたいな。いやだから僕が見た感じ、あの基本的にその片倉小十郎かの紹介が書いてあったの。でなんかその中にそのなんか若干あの娘の話とか息子の話が出てくるよみたいな感じだったんだけど、はい、まあ、確かに伊達政宗の話も若干はあったんだけど、まとめると伊達政宗ってすごいなっていうのはちょっとひどいなって思って。いやまあでもね、確かにすごいですから政宗さん。まあ伊達政宗はすごいです。そうただそこでそういう感想かっていうね。歴女行ったらすごかっただろうに。確かにね、これ歴女と行く旅みたいなのもいいんじゃないですか。いいね。歴女と行く東北の旅、歴女募集中です。あと、ね、鉄道に詳しい人がいたらいいなと思ってましたね。それ収集つくから。でもなんかもうごちゃごちゃにしたいじゃないですか。すごかったんだよ本当に。だから、はい、やっぱりその電車じゃなかったんだよね、あの、うん、気仙沼気仙沼のドラゴンレールはあれ電車じゃなくてディーゼルだったんだ、はい、うん、ちょっと待って、ね、あのね今あのこれからあのここで告知をしてくれる方が、はい、外に1回出た結果締め出されちゃったんで、その飲み物を買いに助けに行ってあげて申し訳ないです。ファイブブリーチはですね、うん、夜遅くなると自動ドアが開きません。そうなんですよ、はい、出られるんだけど入れないんですよ。それはで入れないよっていう方はあの、うん、1階のちょっと外が見える窓からコンコンってしていただくと大体気づきます、うん、そうですね、あいたっていう感じ で、はい、でということで、はい、無事です。帰ってこれたみたいな。それではじゃあ告知のコーナーに行きますね。告知もう時間48分なんです、ね、じゃあぼちぼち告知の方参りましょうか。はい、じゃあまずはじめにそうだね、服部さんの方から。はい、はい、じゃあ僕の席に来てもらっていいかな。パワーポ使いたい。カメラ2がある。通常に、はい、はいはいはい、一応チラシみたいなのがあるんです。ああ大丈夫です。じゃあそちらにつなぎましょう。僕の方に来てください。はい、ということで、じゃあ今日来てくださった服部さんから告知の方を。前を、ありがとうございます。前を、ありがとうございます。はい、ていうか、これだと映ってないから、ちょっと映ってください。はい、今のうちに自己紹介をしていただけると。はい、お願いします。何を言えばいいんだ。東北大学の服部拓也です。
いろんな団体に所属しているので、どの所属は何にすればいいのかな。今日の発表するやつは？今日発表するやつは、はい、全国大学生環境活動コンテストっていう、多分今までそういう肩書きで If I Am に出たことはないんですけど、そうですね、それなんです。これ動画ですか？いや、が今スタンダル。あ、あビュアか。あれ？出そうですか？出ますか？出てないんだな。あでもこっちには来てますね。来てますね、こっちには。チラシ出てます？チラシ出てない。チラシ出てないですね。これ出てない。まあまたじゃあ。あページは出てますね。これ後ろに出てる。画面に出ましょう、ね。ちょうど出てるけどテロップで顔が見えない。もう一回名前言って、全国。まあ、全国大学生環境活動コンテストっていうやつですね。うん、全国大学生環境活動コンテスト。はい、通称エココンです。エココンです。エココンか、はい、根本さんはもちろんご存知ですよね。うん、一回出たことあるから、ね、これですか。今ね、ビラで出てます、ね、これです。じゃあ最後に参加者募集、はい、最初にちょっとエココンの話をしてください、はいはい、エココンっていうのはですね、なんだ、まあ環境活動、学生環境活動っていう言葉はあんまり皆さん馴染みがないかとは思うんですけど、まあ、私を含めいろんな大学生が、環境活動っていうとをしてますと、うんうんうん、でじゃあみんなどんなことやってるのっていうと、まあ、すごいところで言えば、環境に関する国際会議行きますとか、うん、っていうのをやってるところもあれば、まあ、お祭りでゴミ拾いやりますみたいなところもあって、まあ、いろんな活動が溢れていますよという状況になってるんですね。まあ、ただこう全国を見渡してみると、やっぱり関東とかはすごい盛んだと、まあ、大学も多いですし盛んなんですけど、はい、東北とか、まあ、ちょっと地方の方に行くと あんまりという活動が盛んではないなというような現状があります、うん、でそこに問題点を感じたこのエココンの東京のスタッフの方がですね、まあ、ぜひ東北の方で何か環境活動を作りたいと、学生が関わるような活動を作って、でそれをその、まあ、この先ずっと展開していってほしいっていうような思いを持っていまして、うん、でその活動を作るための、まあ、プランニングキャンプみたいなものを今度石巻でやろうということになりました。でですね、まあでもそんななんか環境のことばっかりやるんだったらもう勝手にやってくれよみたいなことを思う人もいるかと思うんですけど、まあ、今回は環境課題の解決とかそういうことだけではなくって、うん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 、地域を巻き込んでいきたいと、うん、地域に根付いた活動を作っていったりしたいなということを考えているそうです。で、それでですね、今回はその石巻っていう、まあ復興とか震災とかでいろいろ大変な地域ではありますが、そういう地域で、まあ、でも逆にその人がいっぱい集まってきたりして、まあ、ある意味活気もあるようなところで何か環境と地域課題を同時に解決するようなモデルの創出であったりというようなことをやりたいということで、11月の22から24ですね、はい、に石巻のところで、まあ、石巻 2.0 さんのご協力のもと、はい、ワークキャンプをやろうということになっております。へ、うん、はい、あの石巻 2.0 が、あの石巻 2.0 やっぱりうん、こういう If I Am とか関わってたら石巻 2.0 みたいなところはすごいなって思うような団体なんですけど、僕はちょっとあんまりその方面詳しくないので、やっぱり石巻を世界一面白い街にするっていう、うん、T シャツも作ったりとかしててね、うん、すごいね、なんていうか本気で世界一の街を作ろうとしてる、うん、なんだろう、石巻の人たちの集まりなんですよ、うん、だから石巻をアップデートしてやるっていう、 2.0 にしてやろうっていうね。だからね、この人たちはみんなすごいですね、うん、この方々が一緒にやってくれるっていうんだったらすごく心強いんじゃないかな。講師としていろいろお話をしてくださるっていうことと、はい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 、あとその、チラシ出ますか、右側の方はですね、
外言の編集者の方が、はい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 、これまた講師として来てくださるということになっています。豪華ですね。でありながら参加費は2000円ですと。おお、お安い。安い、安いですね。いやこれはまあいろんな努力があってですけど、まあ、2000円ということで、まあ、興味のある方はぜひぜひ参加していただきたいなと思っています。でですね、下の方にあの連絡先が書いてあると思うので、こちらの方にメールをしていただくなり、まあなんもしくは、まあ、コメントのところに何か書いていただければ私から連絡をするので。ほう、はい、うん、なるほどなるほど、手厚い手厚い。よろしくお願いします。はい、という感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そうです。はい、ホトリさんからの告知は以上ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ソーシャルストリームで告知の方もメガネで驚いたって感じ。ハイブメガネだ。メガネ向こうで聞きながら、うん、裸眼じゃねえや、どうしよう。いや、そこをプレッシャー感じなくていいんだ。今日はね、本当に最後までメガネばっかりでした。メガネですね。これレーシックやろう。レーシックに挑戦しちゃう。なんでコンタクトすっ飛ばすの。目良くなりたいっす。あ、それはありますな。そうです、ね、ただそれだけっす。でもこれエココン一緒の時面白そうだね。面白そうですね。うん、そもそもエココンが面白いですよね。かなり環境活動ってこんなのがあるんだっていうのがいろいろあって、うん、僕が聞いたやつだとやっぱその自転車のリサイクルとかなんかすごく面白かったんで、 あれとか多分仙台でやりゃいいよね。なんか佐賀の方々がその自転車の再生の団体やっててすごいなと思ったんだけど、あれとかまさに仙台向きだと思うから、今回石巻からなんかそういうのが立ち上がっていくといいですね。あの佐賀の人はですね、うん、なんとエココン2連覇したんですよ。すごい、あそこに負けたんだよね。あれ優勝すると賞金が50万とかもらえるって。すごいすごいね。環境大臣賞みたいなやつももらえて、読売新聞に載ってと、まあ、いろいろとはバッグがついてるみたいな。じゃあこれはちょっと行くべきですね。うん、じゃあ、あ、いつでしたっけ、うん、もう一回日にちの方を、11月の22から24です。22は金曜日でごくごく普通の平日なんですが、このチラシの上では17時みたいに書いてあるんですが、まあうん、19時とかそのぐらいに石巻に来ていただければなと思っています。なるほど、3日間もやるということで、うん、すごい。ホームページとかあります？ホームページはですねないんですが、 Facebook のエココンの Facebook ページでいろいろと情報を発信しているので、うん、Facebook でエココンと ECOCON で検索すれば出てくるはずです。なるほど、はいですね。あと多分ちょっとこれ言った方がいいのかな。本事業は平成25年度の地球環境基金助成金を受けて実施しますということで、はい、まあこのキャンプをやるっていうのは何だっけ、まあ、この地球環境基金っていうところの助成を受けていますよっていうのは一応言っております。はい、ありがとうございます。なるほど、はい。FC に振っていくくる感じ。今すごいこうパスを感じた感じがシュッシュッって感じが。あと、うん、全く関係ないんですけど後ろ怖い。そう、絵で後ろが怖い。若干ね、威圧感を感じる。そう、威圧感がねすごいんですよ。俺どこに消えればいいのか。退屈だ、退屈。なんでそんなこと今まで気づかなかったんだ。というわけでですね、まあ、11月にここのというやかれるということで、ぜひですね、はい、まあ、Facebook に詳細があるということなので、はい、Facebook でぜひね、はい、確認して、興味があったら参加して、ね、今日の夜に詳細を上げるって言ってたんですけども、分かったかなっていう感じです。そうですね、まあ今日、上がってなかったら明日ですね。ぜひ Facebook で調べてみてください。エココン、ECOCON です、うん、はい。はい、というわけで、本日は告知どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで告知をですね、まあありまして、はい、実はですね、メディアジの方でも、はい、お告知があるということなので、はい、根本さんではよろしくお願いします。
そうですね、ちょっと時間がなくなってしまったので、はい、簡単になんですけども、あの10月23日の6時からこちらのその5ブリッジの1階にて、動画編集講座の第2回を行います。第2回こちらはですね、第1回は結構そのコツみたいなところだったんですけど、今回はもう実際的な技術指導ということで、パソコンなどをお持ちいただいて実際の指導をしてもらえるということで、実際に動画を作るため の, あの基礎をあの2時間ほどでお教えするということですので、あの動画作成に興味ある方、ぜひ10月23日はこちらの 5H1 階にお越しください。何時からだっけ？6時からです、うん、はい、ということですね。あとですね、これはちょっとあの時間あれば告知したかったなっていう内容なんですけど、今はちょっとソーシャルストリームに投稿するんですけども、やっぱり台風26号の被害が結構大きいと。で、僕らやっぱりその災害を受けてあの立ち上がった団体なので、やっぱりそこに対して何かしたいなと思っていまして、はい、であの今ボラ市民ウェブというサイトが立ち上がったんですね。でその東京ボランティア市民活動センターが中心にやってるそうなんですけども、全国からそのボランティアセンターの情報を集めているということで、現在そこにあの台風26号の被害を受けてボランティアセンターが立ち上がった情報、立ち上がったボランティアセンターの情報があのまとめられているので、そちらをユーストリーム の, あのソーシャルストリームに投稿しておきますので、ぜひちょっとこちらも見ていただいて、あのそうですね、参加できる方はぜひあのそうですね、震災というか今回はその台風被害ということですけども、ボランティアにも参加していただければなと思います。はい、という感じです。はい、6時半からって書いてあるんですけど、 Facebook 6時にします。あれ6時だそうです。6時だそうです。ちょっと待ってください、6時半です。じゃあ6時半じゃあ6時半です。6時半だそうです。6時半そうです。すいませんね。はい、というわけでまず一つ目の告知がですね、はい、動画作成講座の第2回ということで、前回もありました動画作成講座の第2回がこちら、現在配信を行っているスタジオ5ブリッジの1階の会議室で行われるそうです。で、6時半でいいんですね。6時半6時半でいいんですね。はい、というわけで10月23日の6時半、はい、これですね、これですね、カミングスーン、カミングスーンです。天気は曇りがちだそうですが この曇りがちって何ですかね曇りがちはいい方だから、大体ひょうとか書いてあるでぜひですね、まあ、パソコンを持参してこちらにお越しくださいということで、あの動画を作るっていうのもですね、実は最近はそんなにもうなんか遠い存在のものではなくなってきて、身近なものになってますからね、うん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 、もうこんな動画作れたらいいなっていうのを、もう30秒ぐらいでこういうのをちょっと結婚式に流したいなとかっていうのも作れるようになったらっていうのをね、ちょっとこちらの根本さんともう一人スタッフが募集しますので、よろしくお願いします、はいはい、そしてもう一つ話に出ましたけども、本当に台風26号ですね、うん、10年に一度と言われてまして、そうね、ね、各 JR が止まったりだとか、高校大学が休校になったりだとか、あとそれよりも何よりも一番だったのはちょっと被害がね、うーん、伊豆大島、伊豆大島ですね、被害が大きかったんですけれども、うん、でボランティアセンターが立ち上がっていて、このボラ市民ウェブというサイトをちょっとご紹介させていただいたんですけれども、こういう動きが震災以降どん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 ちゃんとネットで行われて、しかもそれが早くなってますよね。 それを感じますよね。うん、確かに、うん、確かにすぐになんか災害が起きたらすぐにこういうなんていうかサイトとか、うん、あの立ち上がるし人も行くっていう動きは、ね、震災の時にどういうものが必要だったんだろうっていうのを考えてどんどん生かされてるっていうのもありますんで、うん、これをまた僕らもうちょっとどん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 生かしていかなきゃいけない気がしますよね、うんうん、というわけでボラ市民ウェブもですね、ソーシャルストリーム上にもう投稿したんです、はい、でぜひ右側今サイトですね、開けるようになってますので、はい、ぜひちょっとサイトを見てみて、ボランティア参加できる方は参加してみてくださいということで、よろしくお願いします。お願いします。というわけで本日のエンディングでございます。はい、はい、ちょっとですね、まあ、時間を少しオーバーしてしまったんですけれども、いやー、なんといってもね、まあ、最初に戻りますけど、楽天が勝ってよかった、よかったよかったいやでもそれは本当に一番最初に戻りましょう、これは。いや、良かったです。何よりです。何よりです。日本シリーズ見たいね、本当に。そうですね。こっちでやってほしいな。なんといっても、ね、日本シリーズがあることによっての経済効果っていうのも大きくて、うん、あ、それだけでも全然違いますからね。確かにね。ね、どんどんね、もっと仙台が盛り上がっていくようになっていけばいいですね。うん、でそのためにね、スポーツの力があるか、あればいいなということなんですけども、うん、おっと、来週は、スポーツの力
あれ学生復興会議を来週行いますが、その学生復興会議のテーマって何でしたっけ。うまくつなげてきますね。来週はですね、一度予告してたかもしれないんですけども、はい、東京オリンピックと復興ということでですね、東京オリンピックについて仙台、まあ、東北の学生たちで賛成反対とかに分かれつつですね、東京オリンピックについてどう思う、東京オリンピックがあることによって東北の復興ってどうなるんだろうっていう、まあ、そういう話をですね、ちょっと難しい話かもしれないんですけども、みんなで話していこうと思っております。はい、近いねこれね。というわけでですね、学生復興会議はですね、学生が中心となって話し合いをしていく、一つのテーマで話し合いをしていくコーナーです。まだまだ参加者も募集していますので、そうですね、ぜひね、五輪に、まあ五輪を賛成だ反対だっていうのはもうどっちでも大丈夫です。どんどん意見をですね、いろんな意見があったらいいなと思いますし、こちらに来ていただくのはすごい歓迎ですし、もし来れないという方も生配信を見ていただいて、ソーシャルストリーム上でコメントをいただけると嬉しいなと思います。素晴らしい議論の場にしていきましょう。というわけで、来週は10月24日はこのね、学生復興会議、東京五輪によって復興はどうなるかということをテーマに話し合っていきたいと思います。はい、というわけで1時間やっておきました If I Am の、まあ、本日の配信はこれにて終了となりますので、はい、いやこのね、いやーって言っちゃうとね、次楽天が出てくるんだよ。楽天買ってよかったがまた出ちゃうからもういやーは言わないようにしましょう。気をつけようね。というわけで、本日も視聴本当にありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、浦島太郎電鉄もアーカイブ残っておりますので、見てね、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ではさようなら。バイバイ。じゃね。こうやってみんな手挙げてると誰が停止するんだって話なの。停止してる人がいる。停止してる人がいる。自分で停止をして